ような人ですか皆さん。変な人です。変な人。どこが変？もうね、頭の中が、あの宇宙が。宇宙感が違いますですね、皆さん。こっちかなと思ってやってると、こっちやって言われて、そっちかなと思ってやってると、こっちやって言われて、こっちかなと思ってやってると、こっち。自分も全然変やと思ってないんですけどね。まあ、みんなから見たら、多分いつもうるさいし、なんか、変わってるなこの人って感じやと思います。ヤマトがだから最初にできた時に、最初はみんな仕事を別でやりながら太鼓やって、まあ、学校に行ったりとか教えに行ったりとか、それやってる時に仕事を辞めてくる人が出たんですね。メンバーでもっと太鼓やりたい、ヤマトもそうですし自分自身もそうですけど、何が幸運やったかなと今振り返って思うと、そのやりたいことがやってこれたっていうことではなくてね、なんかこう、まあ、僕にしたら頑張らざるを得なかったというか稼がざるを得なかった。起きたくない日も起きたし、やりたくない日も練習したし、でもそのことでなんか得たことはたくさんあって。それぞれが好き勝手に叩くんじゃなくて、人の音の中に自分がいかにこう溶け込むかで、どうやってそのいろんな人が集まっていろんな太鼓を叩いて一つの音にしていくか、僕らの世代、もっと若い世代はすごい個人主義なとこあるけど、和太鼓を通して人を感じたり周りと溶け込むみたいなことを感じたりすることがあるので、和太鼓ってやっぱりこう、やっぱり自分が元気でないとダメなんですよね。だから静かでこうやって叩いてるだけではやっぱり元気が表現できない。自分が元気でいたいとか、なんかこう無理やり元気にっていうのはやっぱり人間なかなかできないけど、その元気を誰かから例えば求められて、笑顔になれたり、幸せになったり、元気が出たりを見ることで、僕らの活動によって何人がそうなったか、それが一つの僕らの価値だと思ってるので、みんながバイオリンのケースを持って日本歩いてたらバイオリニストってこうね、でも和太鼓のバッジ持って歩いたらなんかお祭り行くのっていうぐらいの感じなので、そういう意味でやっぱりなかなか自分がやってることに何て言うかな、自信持てない部分はやっぱ大きいですよね。それでこう有名になるかとかではなくて、ほんの身近な人でもいいから、まずはほんの身近な人から幸せに元気にしていくような仕事をしたらいいと思います。